ティファは最高だ。エアリスは最高だ。異論は認めない。こいつが関わるとまともな冒険ができねえぞ。あのあざとさは雰囲気をぶち壊す。あのミスタンクトップは広めを使うことしか知らない。言っとくぞ、俺も言っとく。怒るなよ。お前も怒るなよ。ティファは本当に最高だ。今のアメリカ風に言うと女神様、イギリス風に言うと萌え萌えキュン。いい加減にしろよ。人気投票の結果見ただろ。たわごとは聞いてられない。お仕事があるんだ。クラウドによろしくね。いや、俺が自分で言うよ。決戦前夜のこと言うと壁にめり込ませんぞ。あいつらは家族だ。おめえが深読みしてるだけ。それじゃあな。それだ。今のを聞いて思い出した。何が魅力でエアリスを愛してるのかを。あの子の声だ。あの透明感のあるみずみずしいハーマイオニーみたいな声だ。あの子が喋るたび想像してくれ。エアリスちゃんの母性の海でクロールしてる気分になる。最高だよ。俺はな、あの子の声じゃねえ、顔だ。あのかっけえ姉ちゃんみたいな顔だ。それ見てっとキューピッドが俺に向かって弓引いてんじゃねえかって気分になるんだよ。胸が焦げつく。ヒリヒリするぜ。そういえばザックスって男がいたよな。教えてやるよ。そもそもリメイクとストーリーは別、原作のストーリーは関係ない。五体操に PSP を引っ張り出してきて過去に男がいたって知っちまった気分はどうだ。絶対に付き合ってない。新作出たらどうせユフィに行くんだろ。